で、音源ちょっと確認してほしいんですけど、この音源で大丈夫かどうかっていうのをちょっと今流しますね。大丈夫そうですか？じゃあこれのコードですよね、まずは。了解です。じゃあやっていきます。あ、これね、音源のピッチがちょっとこう、高いんですよ、これ。はい。多分、録音した時は普通のチューニングだったと思うんですけど、全部録音 し終わって完成しましたっていう時になって、もうちょいテンポ早い方がいいねってなって、スピードアップしたんだと思うんですよ。そしたら音程も上がっちゃうので、はい。だから一緒に弾くのは結構難しいですね。この CD に合わせて。なのでこっちで、ちょっと音程を、少し下げて何線とか。お疲れ様です。今日は12月24日です。メリークリスマス。はい、今日はね、朝すでにオンラインレッスンが1件終わりまして、午後からもですねオンラインレッスンが入っております。なんか軽装度のマットをさ、おすすめしていただいて買ってさ、すごい気に入って使ってたんだけど、なんか返品じゃなくてなんていうの、回収今やってるみたいで、なんかアズベクトみたいなのかわかんないけど、なんか変な成分が入ってますみたいな感じでね、使うのやめました。めちゃくちゃ気に入ってたんだけどな。はい、こちら加湿器です。何日か前にね、Vlog でも喋ったんですが、ソニーのこのカメラのねレンズがね白く曇ってっちゃうんですけど、プレステ4がある、そっちで確認しよう。今回リクエストが12曲もありまして、風呂入ってこれチェックしてアップして9時に出発したとしても、Really pretty cool. あ、そうなんだ。Yeah, she was a really interesting artist. Yeah. そんで、この加湿器の除菌するやつ試しに買ってみました。これを入れるって先に入れてなかった。多分これやっても結局は白くなると思う。加湿器やんないと部屋がすごい乾燥してるんで、まあどうせ白くなると思うけどね、定期的にレンズは拭くしかないんだと思う。よし、はい、では午後のオンラインレッスンをやっていきたいと思います。なんかズームのアップデートが来てるから、とりあえずアップデートしてみよう。うん、特に問題なく起動できましたね。なんか暗い感じするけど、まあいっか。あ、色大丈夫だ、いつも通りや。こんにちは。なんだっけ、アズベストみたいなやつだよね。あ、アスベスト。いや確かに分かんないもんね、そのニトリじゃないにしても大元は一緒って可能性確かにあるよね。
いやすごいお気に入りだったんだけど、なんかもうケイソードの製品にはもう含まれちゃってるものみたいな印象になっちゃったんだけど。メリークリスマスです。はい、今日はもうひたすらクリスマスソングやるかまあ前回 Have Yourself をちょっとやったけど、ジョン・レノンですよ。 So this is Christmas そう、そこめっちゃ高くなるから今回 B に関してできる SAS4 はここね、開放弦入れると SAS4 がちょうど入るのね。でそのままで Bm に戻す。そうそうそう、コードチェンジすぐできるから、例えば C SAS4 とか開放弦使わない場合はここだよね。次 E なんですけど、 E は E SAS4 から入って、で E add 9がきつい。で E SAS4 からE add 9 E って感じ。そう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 、ここだけきついよね。はい、今夜の Vlog もアップは終わり、そして晩ご飯も食べ、お風呂に入り、なんならですね、その後ちょっと眠くなってしまってね、若干仮眠を取っておりました。なのでこんな頭が爆発している状態でございます。で荷物が届きまして、こちらがですね、あら、ちゃんと丁寧に梱包されてますね。あのオンラインレッスンの生徒さんで福島の方がいらっしゃるんですけども、その方からですね、福島の名物送りますということで送っていただきました。なんか素敵なラッピングがされております。ありがとうございます。レーズンココ、ほう、これちょっと食べてみましょう。レーズンココ、いや今日さ Vlog の編集が割と早く終わってさ、アップも結構早い段階で終わってて、でご飯食べてゆっくりしてさ、お風呂も入ってさ、なんか眠いなっつってさ寝ちゃったんだよね。そしたらもう11時半ですよ。いかんいかんいかんって言ってね、慌てて起きてきました。お、なんかスティック状になってる。はい、こちらいただきます。レーズンココ、いわき市って言ってたかな確か。あ、なるほど、なんかサンドになってるね、レーズンが入って。いただきます。うん、おいしい、サクサクですね。でそんなに甘くない。私甘いものってあんまり食べないんですけど、これは程よい、あの上品です。うん、おいしい、これアイスコーヒーと合うみたい。あ、うん、いいね、ありがとうございます。で私はですね、こっから曲練をちょっとやって終わろうと思います。あ、で、あのこれ今こっちにとりあえず置いてますけども、ガンガンに炊いてたんで今 24% に部屋はなりましたが、やっぱりあの朝にやったさ、除湿じゃない、除菌のやつやっても、あのカメラはねちょっと白く曇ってました。今あの磨いたんだけど、いやしょうがないんだね、これはこまめに拭くっていうこと。でそうそう、明日がね、あの T さんとのライブがですね、マツダ・ディッキンスであるので、ちょっと曲練をやっていきます。一応さらっておくっていうね。いや、アコギでこう、いや、T さんは本当に素敵なボーカリストなんですよね。譜面も音源もビシッとちゃんと揃っててさ、さすがですね。あ、これはやっとかないと思います。はいはい、何箇所かね、危ないところがあるんで曲練しないと。はい、それでは私はこれからですね、曲練を一通りやって終わりたいと思います。お疲れ様でした。また明日。